ビンス・ロンバルディトロフィーは NFL の優勝決定戦、スーパーボールの優勝チームに与えられるトロフィーである。1967年の AFL、NFL ワールドチャンピオンシップゲームから使用されており、名称は第1.2回優勝チームであるグリーンベイパッカーズのヘッドコーチであったビンス・ロンバルディに由来している。第45回からはスーパーボールのロゴに描かれている。 トロフィーはスターリングシルバー製でティファニーによって製造されており三角水形状の台座の頂点にアメリカンフットボールのボールをあしらったデザインである見積もり価格は12000ドル高さは22インチ重さは7ポンドである完成までに72時間かかるというまたトロフィーは毎年一つずつ作られるため優勝機などと違ってトロフィー変換の義務がない トロフィーは、スーパーボウル当日に勝利チームに授与された後、スーパーボウル当日の日付と対戦スコアを刻印して、勝利チームが永久保持できる。すなわち、スーパーボウルの優勝経験を持つチームは、優勝回数と同数のトロフィーを所有していることになる。ありがとうございます。